おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が今日も皆様にコミュニケーションワンポイントナレッジをお届けいたします。高野文夫の人間力大学からのお届けになります。今日は1月は30日火曜日ですね。昨日に続いてですね、 AI やチャット GPT をフル利用する 5% の選ばれた、単純に言うとエリート軍とですね、 95% の大多数の奴隷層、最低限のですねベーシックインカムしか得られないような層ですね、 95% 大多数ですに分かれていく時代がすでに来てます。皆さんどうかですね、チャット GPT とか AI をフル利用してですね、5% の選ばれる人たちになっていっていただきたいと思います。そのベーシックになるとても重要な共感力とか感性力について今日お話ししています。共感力、感性力が一番の武器になっていくでしょう。皆さん、これからですねチャット GPT が汎用される時代が来ると思います。チャット GPT は日本のみならず世界の最高の知識、インフォメーション、情報などをですねささっとググってですね、一番いい情報をググってくれる装置です。そしてですね、きちっと質問すればですね、これこれこういうことをしたいんですがどうしたらいいか教えてくださいということをですね、ある程度絞って質問するとですね、一番いいベストプラクティス、世界ではこういうやり方でやられて成功してますよというですね、ベストプラクティス、一番いい方法を教えてくれます。これはですね、今までは先輩とか先生とか上司とかにお願いしてですね、叩かれながら、場合によってはいじめられながら苦労して勝ち得た知識なんですが、これからの時代はですね、ツール、パソコン、スマートフォンでできます。コンピューターにですねベストプラクティスを教えてくださいと言えば教えてくれる時代になったんですよね。素晴らしい時代です。しかしですね、私はこれからの時代はですね 95% の人間は取り残されていくだろうと思います。そういう IT とかチャット GPT の時代なればこそですね、大多数の人は落ちこぼれていくと思います。しかしですね、 5% のできる人はですね、かつての能力の開花をですね10倍、100倍ぐらいにですね開花させるベストチャンスが来たと思います。どうぞ皆さんですね、 5% のエリートといいますか、本当のできる組に入っていただきたいと思います。そういう中ですね、チャット GPT とか IT をフルに使いこなすに最も重要なのは共感力、感性力だと思います。感性とか共感はですねロボットとか IT、IC にはできません。生の人間ならではの所業なんですよ。感性力とか人間力を培えばですね、それを利用して IC とか ITもちろんチャット GPT みたいなものをフルに利用すれば、間違いなく皆様は 5% のですね超エリート、超できる、まあそういっちゃなんですが勝ち組に入れると思いますので、どうぞ皆様にお勧めするのは、今月出した本はこの本です。昨日発売になりました。チャット GPT の時代は共感力勝負である。共感、7月は感性の本、全く同じ
チャット GPT の時代は完成力勝負であるという本を出しました。ほとんど兄弟の本ですが、このですね本はちょっと大きめにですね A4 の大きさの本にしました。というのはですね、70、80歳のですねお年寄りも読んでくださいますので、小さい字で書かないでですね大きい字にしました。これならですねお年寄りもしっかり読めます。これからはですね頑張るお年寄りはですね80、90、100まで生きる時代ですからね、死ぬまでですね活躍してほしいなと思います。はい、今日はですね、7月に出版しましたチャット GPT の時代は完成力勝負、昨日発売になりました8月の本はですねチャット GPT の時代は共感力勝負なり、そしてですね富士山5合目作戦という特殊なですね我々が考えたですね富士山5合目作戦という生き方ですねをご紹介してますので、これについてはですね長くなりますので明日お話ししたいと思います。富士山5合目作戦とは何か、あるいはですねこの8月の本の裏にありますが共感力、感性力を磨くということはチャット GPT をフル利用する時代にどのように生かすのかというお話をしたいと思います。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。